皆さん、こんにちは。明治大学理工学部機械工学科の黒田と申します。今日は皆さんに大学で行われているロボット工学の模擬授業をしたいと思います。ぜひ楽しんでいってください。皆さんはロボット工学と聞いてどんなロボットを思い浮かべますか テレビのアニメなどで出てくるような人型ロボットでしょうかね。あるいは工場で車を作っているロボットもありますよね。あるいは皆さんの中には空を飛ぶドローンなんかを思い浮かべる人がいるかもしれません。それらはどれもロボットのうちの一つだと思います。私も実際、えー、いろいろ動き回るロボットの研究開発を行っています。 今ここで見えているのは私が作った会社が製造販売している警備ロボットです。東京都内を中心に何十代も今活躍してますので皆さんもどこかで見たことがあるかもしれませんね。大学ではこういうロボットの作るための基本的な勉強をしています。 ロボット工学もそのうちの一つです。これは私の研究室で開発した、研究開発しているロボットですけれども、えー、腕がついていて、AI などを駆使して、まあ、ボタンを押してエレベーターに乗ったりすることができます。実際にエレベーターを乗ったり、中に乗っている人を避けてから上手に乗ったり、 していますけれども、まあ、こういう動きをするのには、実は中で様々な数学とか物理学とか、そういう勉強の内容が使われています。これはうちの学生さんが研究をしているところの様子ですけれども、こういうシミュレーションの中でロボットをどうやって動かすか、なんていう研究をしていたりします。 こういう研究成果が実際にロボットを動かしているわけです。このロボットが動いているのも先ほどから言っているようにさまざまな基礎的な勉強の成果が中で活かされています。例えば機械工学科ではいろんな先端的なものづくり技術について勉強します。 今私が言ってたようなロボットだけではなくて、クリーンエネルギーとか、航空機とか、ドローンとか、スマート家電とか、いろんな応用技術がありますが、それらの技術はすべて機械工学科で勉強するいろいろな基礎的な勉強、数学物理、それから材料とか、熱流体とか、計測制御、情報処理、こういう技術が基本になっています。 ロボット工学もそういう基礎技術の上に成り立ったお勉強です。今日はその一端をお見せしたいと思います。例えば、ロボットが動くときに、ロボットは自分の位置を知らないといけません。ロボットは自分で位置をどう把握しているんでしょうかあるいは位置をどう計算しているんでしょうか 例えば皆さんの身近にあるロボットといえばこれですよね。お掃除ロボット。家の床を走り回ってお家をきれいにしてくれますけれども、このロボットは例えばみんながよく知っているグラフを書きますよね。X 軸 Y 軸を使ってグラフを描いていると思うんですけれども、それと同じように X 軸 Y 軸を使って平面上の位置を認識しています。 このロボットは、X と Y の値だけではちょっと足らなくて、方向を表すシータ、まあ姿勢って言ってますけれども、そういう3つの情報でロボットの位置が表されています。で、このロボットは、床の上、平面の上を走るので、3つの値で済んでるんですけども、例えば、 飛行機みたい。空を飛ぶ場合は、さらに数字が増えます。x, y, z だけではなくて、さらに向きを示す数字も3つ。それぞれの各軸周りの回転角。合わせて6つのパラメーターで位置を表すことになります。なかなか難しそうですよね。 今は、例えばこういう平面上を動くロボットの話をしようと思いますけれども、こういう平面を動くロボット、これは私のところで開発したロボットで、明治大学の生田キャンパスを今走っていますけれども、周りにいる人たちを認識したり、あるいは道の上なのか、縁石なのか、建物なのかをちゃんと認識して、えー、ぶつからないように動いています。 周りを認識するのはどうする、どうしているのかというと今この写真の上でロボットの上でくるくる回っている部分がありますよね今ちょうど上手に避けましたねくるくる回っているところからレーザー光線が何十万発ものレーザー光線が発射されていますそれを視覚化するとこんな感じです 今ロボットは真ん中に止まっていますけれどもそこから出たレーザー光線が人に当たったその人に当たったレーザー光線の点だけを水色に表すとこんな風に見えますつまりロボットからはああいう点の集まりとして人が見えているわけです。でさらにこのロボットはその人がどっちの方向に歩いているのかということまで 認識しています。で、実際これはどうやっているのかというと、いわゆる AI ですね。機械学習というものを使った AI 技術で人間かどうか判断しているんですけれども、ロボットが照射したレーザー光線が人に当たると、その人が、人の形にこう光って見えるわけですよね。真ん中にある で我々がこの光って見える点群を見ると、まあなんか人かな、わかりますよね。人間がこの点を見て人かなって判断するのとほぼほぼ同じようなことをコンピューターに、AI にやらせているわけですで。AI によってこれが人間だと判定された状況が、まあこの左側です。この今左側の絵は さらにロボットが走りながら人を見つけています。人にぶつかった点を、まあ、人だと、人に当たった点だと認識して、まあ、色をつけたり、四角い箱で囲ったりしていますけれども、放った光や点が、それが人間に当たったかどうかわかるので、じゃあその人に当たったと思われる点を削除するとどうなるかというと、右のようになりますね。もう人の影しか残ってないですね。 で右側の絵は動くものが全部削除されてますので、ある意味ゴーストタウンみたいなところが見えていることになります。でこういう風うなゴーストタウン、動かないものばっかりの環境の点の光を、だけを集めて、これを使って絵合わせをして並べていくと、こんな感じになります。この絵は、まずピンクの円の中心のところで、 周りに光を放って、周りの建物の位置を見ます。形を見ます。もちろん人は削除します。で、ちょっとだけ進んで、今度は緑色の輪っかの中心で同じように光を放って計測すると、ちょっとだけずれた、同じような形の街の絵が計測できることになりますよね。ちょっとだけ位置ずれした、 三次元の街の形を絵合わせします。その絵合わせした絵がきっちり合うと、実はロボットがどれだけ相対的に動いたかっていうのがわかることになります。ロボットはこういう周りにレーザーの光を打って、周りの形を見て、で、さらに同じことをちょっとだけ動いて、同じことを繰り返して、得られたその二つの 絵をうまく絵合わせをすることによって自分がどれだけ動いたのかというのを毎回毎回調べているということになります。で、そうすると今言ったようにどう動いたかというのがわかることになりますよね。どう動いたかがわかるだけではなくてちょっとずれた絵を絵合わせするとその 絵まあ、と言っているのがこの三次元の地図みたいなもののことですけれども、ちょっとだけずれた天群と天群、絵と絵を重ね合わせると、絵が拡張できることになりますよね。絵が広がる。で、それをずっとやり続けていくと、最終的には大きな地図が描けます。まあ、地図といってもですね、いわゆるこう三次元モデル。 ね、あの、えっ、ー、と、ゲームなんかでやるような立体模型みたいなあ3次元地図のデータになるわけですけども、その大きな地図を描くことができるようになります。左の絵は明治大学生田キャンパスの全図を表しています。これは先ほど見たロボットが走り回って計測した3次元データを重ね合わせて作った地図です。 問題はですね、じゃあこれを実施するのに、ただ単に絵を重ねていけばいいのかということなんですけれども、残念ながら、ただ絵を重ねていくだけだと、こんな綺麗な地図は作れません。もっともっとこう、なんか歪んだ、形が崩れた地図しか通常は作れないんですよね。でなんでかというと、 この三次元の光を放ったレーザーの点っていうのには必ず位置ずれ誤差があるからです。実はものすごくたくさんの点を打ってます。大体一つの場所で数万点の光を周りに放っています。で、ちょっと動いてまた数万点なので、えっと、数万点対数万点の 点の絵合わせをすることになります。で、その一点一点が全部誤差が乗っていて、位置が少しずつずれてるんですよね。一つずつずれてるので、まあそんだけたくさんの点を使うんですけども、たくさんの点を使って、みんなが勉強してるような確率を使ってですね、最も確からしい絵合わせをするんです。 一番ぴったりくるような絵合わせができたときに、それが最も確からしい移動量になるというわけです。この確率の計算方法をベイズの確率と言うんですけれども、この計算方法は実はこのようなロボットの移動量を計算するだけではなくて、 皆さんがよく使っているネットの検索とか、広告とか、あるいは、まあ、ネットで皆さんがお買い物しますよね。買い物した時に、あなたが買ったのと同じものを買った人は、別のこういうものも買ってますよ、なんておすすめが出ますよねで。そのおすすめを調べるための計算にも使われています。ものすごく、 使い勝手がいいというんですかね。いろんな方面で使われる数学だということになります。では、このベイズの確率っていうのがどういうものなのか。なんか難しく聞こえるんですけども、実はこのベイズの確率っていうのはすごく簡単な考えでできています。まあ、身近な例で見てみましょう。例えば、 身近な例といえばですけれども、ある病気について考えましょう。例えば、我々日本人全体の中で0.01%だけが病気にかかっているとしましょう。で、この病気には検査方法があります。ね、病気なのかどうなのかを判定するための 検査方法があります。この検査方法はなかなか優秀で実際に病気にかかっている人が病気ですよっていうことを正しく判定する確率が95%だとします。逆に病気にかかってない人があなたは病気じゃないですよと正しく判定される確率が 80%あるとしましょう。これなかなかいい数字ですけども、まあ実際の検査方法も似たような数字です。では、例えばこの検査が大々的に行われた。もう全国民に対して行われるぐらい大々的に行われたとしましょう。あなたがこの検査を受けました。検査を受けたら、 あなたは陽性です。あなたは病気です。っていうふうに判定が出ちゃったとしましょう。ええー、何の症状もないのに病気って言われちゃった。という感じになった時に、あなたが本当にその病気である確率は何パーセントでしょうかという問題です。この問題がなんでロボット工学って思うかもしれませんが、 先ほども言ったように、ロボットの位置を正確に計算するためには、たくさんのノイズが含まれたデータから、より確からしい位置を計算できないといけないので、この今問題に使うのと全く同じ数学を使うんです。確率ね。ベイズの確率という計算方法を実際に使うんです。では、 この問題は、そのベイズの確率を使うと、実際に何パーセントと計算することができるようになります。皆さんは、どれぐらいだと思いますか自分が病気ですと検査の結果言われちゃったときに、本当に病気である確率は何パーセントぐらいあるかというのが、この問題の質問ですけれども、選択肢は5つあります。 80%以上あるよね。だって、確率95%なんでしょね。いやいやいや、60%ぐらいかな。あるいは3番は、もう半分もないよ、40%。それから、全然正しくないよ、10%ぐらいなんじゃないあるいは、もう、やる意味ないです。もう全く、えー、信憑性ないです。1%もないです。っていうのが5番。さあ、皆さんは、 正解はどれだと思いますか今心の中で正解がどれかと心に留めておいてくださいね。はい。では、ベイズの確率を使って答え合わせしましょう。今この右側に図があります。この右側の図は、とにかく検査を受けた全員を表した図です。 例えば、ともかく、もう全員ぐらい、大々的に行われたということなので、わかりやすくするために、100万人が検査したとしましょう。先ほどの問題の中に、全国民の0.01%が病気になっているという前提がありました。まあ、これは実際には一体どれだけ、 病気の人かわからないんですけども、この問題では0.01%が病気の人だと仮定しましょう。その時に0.01%というのが全体の1万分の1に相当する確率なので、100万人に対する1万分の1ですから、100人ですね。この病気に本当にかかっている人は100人いる。 ということになります。100万人に対して検査を行った場合に、100人が病気だということになります。本当に病気な人を正しく病気ですと判定できる確率が95%あるということなので、この検査方法によると、この本当に病気だった人の中から、あなたは病気ですよと正しく判定できた人の数は95人いる。 ということになりますよね。つまり逆に言うと、5人は、病気にもかかわらず、あなたは病気でありませんというご判定が出ちゃうことになります。このご判定のことを、判定が病気ではないということを陰性と言いますよね。病気であるっていう判定が出たことを陽性と言いますよね。間違って陰性として判定されたということで、偽陰性。 と呼びます。では、この図の右側行きましょう。右側は、そもそも病気じゃない人のグループです。病気の人が0.01%ということなので、その反対で、病気でない人は 99. 99、99.99%は病気でないということになりますよね。で、このうち、8割の人は、 正しく病気でないと判定できるということになりますので、99.99% 99、100万人の中の99.99% 99は、すなわち999,900 99, 人ですから、これの80%で、病気でない人を正しく病気でないと判定できている人は、799,920人だということになります。 これは正しく判定した人の数です。問題は図の一番右下です。病気でないにもかかわらず、病気だと言われてしまう人は80、80%の裏、つまり20%ですね。999,900人のうちの20%は、病気でないにもかかわらず、病気だと言われてしまうことになります。それは、 0.2をかけると、199,980人いるということになります、えー。間違って陽性判定が出るということで、これを偽陽性と呼びます。専門用語ですよね。偽陽性。英語ではフォルスポジティブと言いますが、この偽陽性、間違って であなたは病気ですと判定されてしまう人の数が199,980人いるということになりますではこれで全部の数字が出たのでこれを使って質問の答えを計算してみます問題になっているのは検査で陽性だった人はいあなたは陽性ですよと言われたときに本当に病気である確率は ということだったので、全陽性の人分の本当の病人で答えが計算できますよね。で、全部の陽性判定が出た人というのは、右の図の下の数字になります。つまり、本当の病気の95人と、病気でないのに陽性だと言われた199,980人。これを足した数が全ての 陽性反応が出た人になります。で、そのうちの本当の病気の人は95人なので、これで分母分子を作って計算すると、答えは0.047%ということになる。?0.047% ですよ。 あれ <laughs> 要するに、全然正確じゃないということになりますよね。つまり、先ほどの選択肢の中の5番、1%もない。ね。あなたは病気ですよっていう判定が出ちゃった人の中で、本当に病気な人は1%もないということになります。 これって、全くデたらめで、じゃあ検査する意味なんてないってことになっちゃうのって思いますよね。本当ですか本当にこんな数が出るんですかってみんなびっくりしたんじゃないかなと思います。ちょっとね、検証してみましょう。なんでこんな不正確な数字が出ちゃったんでしょういいですか 計算方法はこれ合ってますよね。全部の陽性判定が出た人のうちの本当の病気の人の数を計算しています。この部分ですね。で、問題は値が、計算結果がものすごくちっちゃくなってしまうということなので、どこが問題かというと、まあ要するに分母が大きすぎる。ね、ここの199,980という数字が大きすぎる。 からちちちっっゃゃなな数字になっちゃうんですよね。つまり偽、陽性、誤って陽性判定が出る人の数が多すぎるということになります。いいですか。つまり、病気になってないのに陽性って出ちゃう人の数が80%の裏側ですから20%もいるわけです。で、この数字は実は改善するのはなかなか難しいです。 ちょっとしたことで、やっぱりその、えー、陽性反応が出てしまいますので、この数字を変えることは難しい。80%、20%を変えることは難しいです。つまり、要するにこの右側の数字ですね。右側の数字、非理官の人が、ともかく多すぎるわけです。99,990人って。ここが多すぎちゃう。ということになります。 ということは、どういうことかというと、まあ、要するに、全然病気である可能性がないような人、ね、自覚症状が全然ないとか、お医者さんから見て、うん、この人病気じゃないんじゃないのって思えるような人まで含めて、無作為に全員に検査しちゃうと、こういうひどいことが起こるよ、ということです。つまり、とにかく検査しましょう。 と言っていますけれども、全然病気である可能性がない人まで検査してしまうと、その検査結果は全然正しくない数字が出ちゃいますよということですね。どうでしょうね。ロボットのための数学を勉強すると、実は実際の社会でこんなに役に立つんです。今までみんなが思っていた、信じていたこと。 ね、検査しなきゃダメだ。みたいな話が、実は正しくないかもしれないということが、数学を勉強しているとわかるということです。ね、今まで学校で数学を勉強して、なった何の役に立つんだろうと思ったかもしれませんけれども、実際社会でこんなに役に立っている。えー、それが証拠にはですけれども、ロボットの計算だけじゃなくて、 例えばみんながネットで検索したり物を買ったりしてますよね。その時の技術にも使われているわけです。有名なインターネットの IT 企業はこういう技術を使いこなしたおかげで大企業になれました。あるいはロケットを飛ばすのにも使われてますし、無人運転車が動くのもあるいは AI がちゃんと学習できるのも実は その中でこのような数学が駆使されているわけです。学校で勉強するような数学が役に立つということですよね。私が研究しているこういう移動ロボット、自律型移動ロボットの中でも学校で勉強するような数学、特に確率計算が多いですけれども、そういう数学をふんだんに使ってこのようなロボットが 動くようになっているということです。どうでしょうかロボット工学の模擬授業をやってきましたが、皆さんが学校で普段勉強していることが、こんなにも実際に役に立っているんだよっていうことが分かってもらえたら幸いです。ぜひ皆さん、明治大学理工学部機械工学会に来て、一緒に こういうロボットを作るような研究、勉強を一緒にしてみませんか皆さんが来てくださることを楽しみにお待ちしています。では今日の授業はこの辺で終わりにしましょう。